今シリーズは完全優勝2回してますので特別賞級がかかるレースなんですけれども、はい、このあたりの意識っていうのはどうですか。いやもう正直、うん、もう3回目なのでそこまで意識してないです。このあとレインボーもありますし、はい、さあそしてまず初日ですけれどもライン長くなりそうですか。はい、3番手甲斐さんまでついてくれるので3者になりそうです。阿部拓磨さんとはもう S 級でも戦ってますし強敵なのでしっかり頑張りたいです。今季振り返ってはご自身ではいかがですか。しっかりバックも取るレースも してるし、先行もちゃんとしっかりやるところでやってるし自分の中では、落ちちゃったんですけど息落ちちゃったんですけど、いいきっかけになってるとは思います。では初日ですけれども阿部選手どう戦っていきましょうか。そうですね、ちょっと相手が強いんですけどしっかり力出し切るようなレースをして、一矢報えるように頑張りたいと思います。こう安定して調子もいいように見えるんですけれども そうですね、順調に、練習もできているっていう感じなんでそれが好結果につながっていると思います。初日真原選手はどんなレースを考えているんでしょうか。そうですね、地元で河野君がいるんでね後ろくっついていい着を取れればいいと思ってます。そうですね、このまま継続して S 級の点数も取れると思うんでいいレースをしたいと思います。ここまでは中6日空いてというところですけれども練習などはいかがなんでしょうか。そうですね、追加なんですけども変わらずしっかり練習はやってました。佐賀慶太選手戦い方教えてください。北日本で拓磨君がいますのでそこにしっかりついていくことを集中していきたいと思います。やはり最近は番手につくレースが多いですか。そうですね、番手につくレースが、半分以上増えてきましたね。いなかったら自分でもやるしっていうスタンスずっと取ってきてるんで、そんなに前がいないことに臆することはないかなって感じします。河野選手はどう戦いますか。そうですね、もう特選スタートするのがもう1年半ぶりぐらいなんで、相手も金子君と阿部君、S1 の自力なんで、それにどこまでできるかっていうのを楽しみにしてます。こうレースしていて足の感じ、前回もね佐々木勇気選手なんていうかなり強い新人の選手ともね連携ありましたけれども。そうですね、もう初日から緊張させられました。でもしっかりとついててというところはあのあたりはなんとかもうついてて回った感じです。初日甲斐選手どう戦っていきますか。ちょっと栃木コンビの後ろにつけたいと思います。もう自分はしっかりついていくことだけに専念して走りたいと思います。まずは今季頭には優勝もありましたけれどもどう振り返っていらっしゃいますか。最初は良くて落車もあり優勝もあってでも今はパッとしないんでちょっともやもやした半年ですね。今年も終わってしまいますからね。そうですね、このままじゃ終われないですよね。そして、初日ですけれども星野選手はどのように戦っていきますか。同県の金子君の番手についてしっかり頑張ります。金子選手はどういう選手ですか。いやもうすごい強いイメージしかないんですけど、頼もしいですね。3日間一度でも多くの確定馬に乗れるように頑張るんで応援よろしくお願いします。